はい、皆さん、こんにちは、ゾンビ先生です。ダブルキャスト実況プレイ始めていきたいと思います。このダブルキャストというソフトはですね、1998年の6月25日に発売されたプレイステーション用のソフトでございます。ソニーコンピューターエンターテインメントですね、から発売されましたということでですね、こちらがね、まあ、ヤルドラシリーズというね、シリーズのうちの一番最初でございまして、このダブルキャストの後に季節を抱きしめて、これが1998年7月23日ということで1ヶ月後ぐらいに出るんですね。でその次がね、サンパギータ、こちら1998年の10月15日ということで、またさらにその3ヶ月後ぐらいに3作目が出ると。で4作目が雪割りの花、こちら1998年の11月26日ということで、前作からまた1ヶ月ぐらいということですね。これね、全部1998年ということで1年以内に出てるんですよね。ということで、こうなんかね、季節感を感じる4作品になっているということで、その第1作目ダブルキャストやっていきたいと思いますけれどもね、これね、アニメがすごいんですけど、これプロダクション IG さんがアニメやってるんですよ。プロダクション IG ってね、広角機動隊とかも有名な作品がいっぱいある、あのプロダクション IG さんですよ。アニメ動くね、めちゃくちゃ動くね。ていうか、なんか結構治安の悪そうな感じのアニメだな。なんか爆発したよ。大丈夫？大丈夫か？どんな話なの？ダブルキャスト。ねえ、でも綺麗ね。アニメの動き方がめちゃくちゃ綺麗わ。ほら、これ何この目のキラキラ。ねえ、まあ確かにさ、ファミコンとかスーファミでもアニメありましたけど、プレイステーションやっぱりすごいですね。はい、こういう映画的な演出がありまして、はい。ちゃんとオープニングムービーもね、見ましょう。で、ダブルキャストということで始めていきたいと思いますよ、皆さん。さあ、始めましょう。プレススタートボタンということでですね、やっていきたいと思いますよ。はい。始めから、各種設定ってありますけど、まあ、始めからいきましょう。はい、始めからいきます。いやー、なんか、ワクワクすんな、新しいやつな。メッセージの送りとかいろいろあるんですね。やっぱりアドベンチャーゲームね、このメッセージ送りって結構何回もやるんで大事っていうか、ありがたいですね、何回もやる場合はね。はい、さあ来ました。何ですか？映写機ですね。おう、人は誰でも様々な顔を持っている。かわいいね。生きていくため、仕事をするため、そして恋をするため。はい、ということでね、あ、まだあった。僕は一体いくつの顔を持っているんだろう。そしてどれが僕の本当の顔なんだろう。なんかエモいな、エモいな、ダブルキャスト。すごいすごい。なんかでも後ろでめっちゃ笑い声聞こえてるのちょっと怖いんですけどね。うん、はい。まあ前編フルアニメーションフルボイスなんで、このね、この子は喋るはずだ。おー、来た。どうしたの？え？あ、ここはどこ？君は一体誰？そんな、誰なんて水臭い。もう他人じゃないんだし。え？どうしたの？な、何？最初は何もしないって言ってたくせに。え？急に人が変わったみたいになって。ちょっとちょっと。嫌だって言ったのに無理やり。いやいや、よくないよ、主人公そういうの。え？お前だって分かってて来たんだろうって。わけじゃないんだし。待って待って。それにこんなこと誰だってやってるって。それに俺、金持ちだから金だったら好きなだけやるなんて言って。これあんまり良くない感じのお話なのかな。大丈夫かな。ああ、嘘なの。そうですか。ほら、あそこ。カラスの餌になる前に助けといたんだよ。ああ、何？酔っ払ってぶっ倒れてた。あ、そういうことか。あ、そうか。俺、酔いつぶれて、それで。さあ、もう大丈夫だろ。はい。ねえ、大きいな。え？ゴッキーって書いてあるけど。ちょっと。ゴッキーって書いてあるけど。ゴキブリ？違うよね。あ、行っちゃう。
すいません。なあ、助けてくれたお礼にコーヒー一杯ってダメ？ああ、じゃあそんなコーヒー一杯ぐらい全然おごりますよ。ねえ、これが僕と彼女の最初の出会いだった。いや、これ楽しい。なんか、なんだろう、アニメのアフレコしてるみたいな。君は誰って聞いたよな。うん。うん。そうなんだよ。はあ？実は覚えてないんだ。なんでここにいるのか、どこから来たのか。嘘。何やってんの？覚えてるのは、君がゴミの中で寝てたとこから。へぇ。それ以外は全然記憶にない。じゃあもうほんとちょっと前からしかないじゃん。嘘だろ？まさか、記憶喪失？あーで、こうね、選択なんだ。そんな、また騙そうと、病院で見てもらった方がいいよ。いや、まあ、これ、なんていうか、皮肉じゃなくて、本当にそうかもしんないけどね。あ、でもさ、さっき騙そうとしてたから、そんな、また騙そうと、っていう風にしようか。さすがに二度は騙せないか。あ、なに、やっぱり嘘なの？少しずつ、君のパターンが読めてきたよ。さ、次の手は何？あー、テトリス懐かしい。あったよね、こういうさ、むっちゃちっちゃい携帯ゲーム用のテトリスめちゃめちゃやってたわ。え？ね、似たようなたまごっちとかもあったしね。何も進められないの。おー、ゲームオーバーなんだ。じゃあ、本当に？本当に記憶喪失？そうだよな、信じられるわけないよな。僕ですら信じられないもん、本当に。何も覚えていない？うん。すごい。でもなんかさ、めっちゃ自然に会話できてて嬉しいわ、なんか。このアニメの世界に入った感じ。生年月日は、スリーサイズは、住所。住所怪しいかもしれないけど、意外とさ、生年月日とかだったらパッと言ったらさ、覚えてたりしないかな。ちょっと聞いてみようか。生年月日は？わかんねえ。そうなんだ。なんかあとあれですね、言葉遣いがちょっとなんかこう僕っ子というか男の子系のお話のされ方ですね。そう。ああ、何そういうこと？住所は？じゃあ住所は？わかんね。ああ、そうなんだ。そう。何？スリーサイズを聞けというの。あ、でも名前はって新しく出たね。名前は？みつき。おう、知ってんじゃん。赤坂みつき。そうだよ、みつき。赤坂みつき。変なの、名前だけは覚えてない。あ、よかったですね、でもね。おお、めちゃめちゃあれですね、炭治郎のかまど炭治郎、鬼滅の刃、かまど炭治郎の緑と黒先取りしてますね。普通の名前だねって、お前言わなくていいよ、そう思ったら。珍しくもないでしょ、別に。赤坂みつきでしょ。いい名前じゃないんでしょうかね。いい名前じゃない。お、どうした？お、帰ってくれた。赤坂みつき。でもそれだけ。あとは何にも覚えてないや。そっか。その名前だって本当に自分の名前なのか。まあそうだよね、確かに。でね、全然違う人の名前をなんかこう覚えてて言っちゃってるだけかもしんないからな。はい、心配することないって。ていうか、右の人どうしたの？カフェで完全に突っ伏してるけど大丈夫？名前覚えてるくらいなら、すぐに記憶なんて戻るんじゃないかな。ほら、いわゆる一時的な記憶の欠如っていうの？ショックか何かで、ポンと何もかも忘れちゃうっていうか。これから一体どうしたらいいんだろう。ああ、そうだよね。心細いやね。よかったらでいいんだけど、僕んところに来る？お前、それはやばくない？大丈夫？それこそめちゃめちゃナンパみたいだけどさ。あ、そうだよね。ああ、なんて大胆なことを。知り合ってからまだ何時間も経っていないっていうのに。まずい。調子に乗りすぎた。怒らしちゃったかな。そうじゃなくて、僕、おじさんの家に居候してるんだけど、おじさん夫婦今海外旅行で誰もいなくて。いや、そういう意味じゃないんだけど。本当？あ、喜んでる。あ、よかったわ。やっていい、予
つゆさえしのげればこっちの問題。ああよし、ここの払いは僕に任せて。よつゆさえしのげればすごい。あら、悪い。ああ、出世払いってことで。お金がね。まあいいですよ、そんな困ってるからね。出世するより先にすることあるんじゃないの？はいはいはい、ここまでの思い出を記録しますか。あ、これぐらいの感じで1個あれなんだね。はい、いいっすね。なるほどなるほど、セーブね、メモリーカード、セーブデータ何もないので、まあ中古で買ったんですけど誰も何もないですね、ゼロですね。あ、そうかそうか、プレイステーションあれだもんね、メモリーカードだからあれだよね、ソフトに入ってないからね。はい、セーブしています。いいですね、続けましょう、まだまだ続けましょう。結構あれだね、短い間隔でセーブする感じだね。こうして僕と美月の同居生活が始まった。おー、都名でね、彼女が何かの事件や事故に巻き込まれたのだろうとニュースや新聞をチェックしていたんだけど、あー、これもありがちな、ありがちな、こうラッキースケベ展開な的なやつね。うん、そら、そらそこにいるんだから脱いでるかもしんないじゃん、ダメだよ。結局関係のありそうなものは何もない。今は夏休みだし学校生活に戻るまでに彼女の記憶は戻るような予感がしたんだけれど、あれですね、まあ記憶を失った女の子がうちに来るパターンの、まあ90年代とか2000年代よくあった感じのアニメの展開な雰囲気ですね。はい、なんて書いてあるのこれ、タンデス、なんだろう。何の映画のパロディだろう。どうしたの、あれ、入り口あたりで待ち合わせって言ってたのに。ああ、何何、ナンパされてたの。そうか、可愛らしいもんね。そうかそうか、ねえ、もっと主人公ちょっと早く来た方が良かったかもしれないね。食べる。わあ、ありがとう。その服のセンスすごいな。90年代ってそんな感じだっけ。そんな感じだっけな。ゾンビ先生も一応意識のある時代ですけど、バイト代入ったしね、家事をやってくれてる、正当な報酬だよ。お前ポップコーン一つで家事やらして正当な報酬って、お前それブラック企業だよ。おいしそう、ちょうどお腹空いてたんだ。大丈夫かな、ポップコーンでお腹いっぱいになるかな。え、家の冷蔵庫に適当な食べ物あったでしょ。うん、うん、そうじゃなくて、うん、電車賃もったいなくてここまで歩いてきたの。歩いて、どれぐらいかかんの。4時間くらいかな。4時間、ちょっと長めの散歩って考えれば楽勝だよ。あと 1日のうちの6分の1歩いたんだよ。お金渡しておいたじゃない、あれ使えばいいのに。うん、そうなんだけどね、なんかちょっとね。あ、これ主人公か。あ、それとね、決めてきたよ、バイト。お、バイト、バイト、アルバイト、バイトするんだ。そう、ガソリンスタンド。ガソリンスタンドいいね、めっちゃ合ってるよ。オーバーホールだからね。だって履歴書は、君の学生証細工してコピー作ってほしい。おい、何すんだよ、印鑑も保証人。何すんだよ、バレたらお前問い合わせ来るだろ大学に。その辺のとこ抜け目ないのね。いいの、楽しい、このゲーム。いつまでも君のすねかじり続けるのも悪いし、ね、ああ悪いと思ってる。せめて食費と生活費の少しくらいは稼がなくちゃ。なるほどなるほど、いい心がけだ。そうか、バイトか、ちょっと寂しくなるのかな。まあね、家帰ったら絶対いてくれるっていうのは、まあまあそれはそれですごく嬉しいことだからね。ちなみにね、この女の子のこの赤坂さんの声優さんは平松亜希子さんという、方で、ね、テレ朝版のドラえもんの役をやってデビューしたみたいですね。はい、というような、方でございまして、結構ね、やっぱいろいろいろんなものに出ておられますね。スラムダンクのね、赤木春子さんって、まあ、ヒロインだけどもうこの方だったみたいね。スラダン1993年だから、はい、ありがとうございます。あ、ドキ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 展開だ。え、それって、いいよ、もう一つ買ってくるから。映画始まっちゃうよ。いや、もう気にしてないんだからいいじゃん。ダメから、もうあれだな、もうなんかなんだ、青春のドキドキが味わえてないね、おじさんだね、もうなんかもういいじゃん別にみたいな。すぐ戻ってくるから。一
一つで十分なのに。何これ。ブレードランナー のセリフのパクリみたいなね。なんか食べてる食べてる。でもなんかあんまりさ違和感なくアニメ動くね。面白かった。うん、よかったよかった。今日ついてたから外でご飯食べてく。え、あれでも僕さっきのポップコーンでお腹いっぱい。本当？そんなことないでしょ。ポップコーンお腹いっぱいならないからさ、全然足りないってさ。そうみたいだね。ねえ、遠慮すんな。今日は君のバイト決定祝いも兼ねておごるよ。じゃあごちそうになっちゃおうかな。ねえ、そうしな。キャップ、キャップ的な。どうしよう、何食べたい。任せる。だって僕何が好物だったか思い出せないんだもん。ああ、そうなんか。え、何がいいかな。何がいい。ゾンビ先生的にはラーメン行きたいですけどね。いつもねツイッターとかで飯テロであげてるから。ラーメンある。ラーメンあるよ。ラーメンファミリーレストラン、ハンバーガー。え、ラーメン美味しくない。どう、ハンバーガーがいい。ハンバーガー、まあ、この間ほらなんかコーヒー飲んだとこもなんかハンバーガーショップっぽかった感じもあるから、ラーメン屋行こう。ファミレスもいいんだけど、ファミレスもいいんだけど、やっぱりせっかくなんでガツンとしたね、ガツンとしたおさ、あのいいチャーシュー麺とかさ、あの全部のっけとかさ、そういうやつ行こうよね。どう、ガソリンスタンドだからね疲れるでしょ。ほら来た、美味しそう。めっちゃ美味しそうじゃん。あ、そうやっていただきます。そうやってあれなんだ。はいはい、髪がね使っちゃうからね。美味しい、美味しいよね。すっごい信じらんない。あ、そんなに、それはよかった。みんな振り返ってるよ。そんなに慌てて食べなくても、うん、ラーメンは逃げてきゃしないよ。いいね、店員さんね、店長さんね、うん。そんなに好きかい、ラーメン。うん、うん、そうだったみたいです。今言い方がな、その記憶喪失だからな。それにしても美月がこんなにラーメンが好きだったなんて意外だな。あの煮卵超うまそう。もしかしたら僕の財布の中を気遣ってくれてるのかも。まあ意外となんかね、すげえ明るく振る舞ってるけど気遣いいな感じあるよね。そのバイト決めてきたよみたいなとか。お、テレビ。あれ、今日のナイターはどっかな。親父さん、ガラどこに置きましょうか。あ、ちょっと待ってくれ。いいね、なんかこういうね、家庭の精神医学、お店のおっちゃんの声。今日も前回に引き続き、はい、ゲストとして南西総合病院精神科の森崎真奈美先生にお越しいただいております。森崎真奈美先生、前回はストレスについてお話をお伺いしましたけれども、ストレス良くない、そのストレスが発生することによって反応する人の警告反応という説明をしたいと思います。警告反応。この回3人ランナーも3人となり、またも得点ならず。あのさ、今の声の人ってさ、あれだよね、あの広角機動隊のさ、スタンドアローンコンプレックスでさ、あの草薙元子のことを擬態交換しようとした、あのすごいなんかちょっとなんかあのやらしい感じのお医者さんいたでしょ、あの女の人の、あの人の声だよね。ね、やっぱり同じプロダクション IG だからそういうのあるのかな。どうしたの。え、野球興味あるの。うん、うん、そうなんだ。僕テレビ見てた。見てた見てた見てたじゃない、ぼーっと。そうだっけ。なんだろう、なんか今の話あれかな、関係あったのかな、その記憶がないみたいなこととさ、ストレス反応とか言ってたけどね。うん、だからなんかすごいストレスで記憶なくなっちゃったのかな、うん、これどうなんだろう、これどうなんだろうね。なんかいくつか作っといた方がいいのかな。まあ今いいか、とりあえずね上書きしよう。うん、お、これ次のシーンが見えてんだな、これ次な。うん、なんだろう、どういうシーンだ。全員礼。お、どうした。おはようございます。立木文彦さんじゃない今の。本日集まってもらったのは他でもない、今年の学園祭に発表する映画の企画を発表する、はい、お姉様、花園、例のもの。あら、いいね、90年代っぽいね。花園、ムキムキだな。おお、どうした。何、どうやら映画のシナリオらしい。囲い目の寝屋。囲い目の寝屋。まさか現実にあったんだ。これ本当にこれやるんですか。ああ、本当だ。本当か。この大学では有名な代物だ。どうしたの。
シナリオを書いたのは以前この大学の学生だった人。今は倉夏樹と名乗って作家として活躍している。彼が学生の時にこの英検のために書き下ろしたシナリオ、それが囲い目のネア。ほう、そうなんだ。あらすじはある男が囲い女を拾ったことから始まる。何、囲い女って何？そして拾えるものなの？囲い女とは今で言う愛人のこと。ああそうなんだね。その愛人が最初は橋の下の小さな棺桶を寝床にしていたのだが、はなんでなんで、棺桶、棺桶で寝てたの？橋の下の、なんかいろいろ突っ込みどころあるな。男といい仲になると金が入り、寝床がだんだんと贅沢になっていくのに気づく。それにつれ囲い女は男への欲求が大きく贅沢になり、男の全財産を使い果たすだけでなく精神肉体までも女の中に囲い込んでしまうという話である。はあ、なんかちょっと怖い話なんだね。そうなんだ。今から10年ほど前、ここの英検でこのシナリオを使って撮影が開始された。最初は何事もなく撮影が進んでいた。だがしばらくしてまず主演女優が変化の兆候を見せた。何なの、怖い話なの？シナリオにのめり込み、映画と現実の世界が区別できなくなっていったのだという。はあ、そうなんだ。他のスタッフ、出演者はその姿に怖くなり、だんだん退いていったのだが、ただ一人、作品の監督をすることになるカメラマンだけが、その女優の意思に賛同した。はあ、そうなんすね。いつの間にか、部員は一人減り、二人減り。ただカメラマンと女優だけが残り、映画を撮り続けていた。元部員もただ冷ややかに二人を見ていた。誹謗中傷、霊障。だが二人は撮影をやめなかった。そしていよいよラストシーン。その女優はシナリオに書いてある通り、大学の校舎から飛び降り、死んだ。うそ。すごい、なんか、なんだろう、学校であった怖い話みたいな、この間までやってた鳴神学院みたいな話になってるけどさ、っていうか、爆発してないなんか、これ、すごい絵だな。飛び降りる演技をしたのではなく、本当に飛び降りたのである。そしてそのカメラマンも女優の飛び降りる姿をカメラに収めた後、同じ場所から同じように飛び降り死んだ。はあ、いや、めちゃくちゃいわくつきじゃねえかよ。ただこれは当時の噂話ということではあるが。はあ、そうなんだ。ともかく朝、校内の地面に2つの死体が転がっていたのは事実。そして後で見つかったカメラの中にフィルムは存在していなかった。どういうこと？果たしてそれは最初からなかったのか、それとも誰かが抜き取ったのか。事件は自殺と断定された。もちろん作品も未完成のまま、できていたラッシュも証拠として押収されたまま行方不明。その当時は随分週刊誌を騒がせたみたいだけど。クラさんから使用許可はいただいた。ただしラストをハッピーエンドに変えてという条件。ああ、ハッピーエンドにね、ちゃんと。この英検もプライベートフィルムの賞からはとんとご無沙汰。大学の中央執行部からも部室を明け渡せという話も出てるし。なんと、それはまずい。だからこそ私はこの話題作で賞を狙いに行く。だが今この映画で足りないもの、主演女優。主演女優ね。以前真珠事件を起こしたような内容だから、学内のやつら誰もなりたがらない。そうなれば大学の外からでもいい。夏休み一月近くを拘束できる女性を探してきてほしい。拘束できる。私からの話は以上。解散。解散。ちなみにね、今の部長の声は水谷優子さんというね、まさか声優さんで。あの囲い目のネアを作ることができるなんて。おお、君は誰だ。あの水谷優子さんというね、声優さんで、あのちびまる子ちゃんのお姉ちゃんの役をやってた人みたいですね。確かに言われてみたらそうだな。はい、こいつは二村秀樹、僕と同期の新人だ。あ、1年生なのか、2人とも。
なんかさ、音でうまいことつながるからなんかアニメあんまり切れてる感じしないんだよね。いい感じですよね。うまいなつなぎがね。僕と二村はシナリオのコピーをもらい速攻で読んだ。噂には聞いてたけど、すごい完成されたシナリオだね。そうか。でもさ、今から夏休み明けられる女の子の知り合いなんている、うん、ねえ、家にいるんじゃね。確かにな。あ、いた。そうだよね。そうだよね。でも演技とかできるかな。英検なんて入ってたんだ。あ、今のつなぎうまいな、なんか。うん、でもなかなかいわくつきのシナリオで大変だよ。知ってるかな、倉夏樹っていう作家。めっちゃ切ってんな。そして夕日を反射してるよ、包丁が。その人が昔書いたもんなんだけど、おお、これ角度変えてね。それがさ、以前映画作ってた時にその当時の女優と監督が校舎から飛び降りてさ、結構有名な事件だったらしいけれど。で、お願いなんだけど、美月。美月さん。あ、ごめんなさい。うん、何？なんかなんだろうな、都合悪いことっていうか、こうなんか思い出したくないことが出たらあれなのかな、なんか聞こえなくなっちゃうみたいな感じなのかな。あら、可愛らしい。うん、よろしくお願いします。やばいやばい、そんな短いスカートでそういうことするもんじゃないよね。え、もうわしづかみ、おたさの姫みたいになってんじゃねえかよ。名前は美月、赤坂美月です。ね、赤坂美月さん。赤坂さんね。ええ、どうしたの部長、怒ってる？はい、私が女王様だったのにみたいな。いいよ、合格。おう。何を見てたんだよ。私がダメだって言ったってこいつらもう決めちゃってるみたいだしね。おう。しかし、いいですね、お前たち英検鉄の掟その1、おう、スタッフは全員の出演者に手を出してはならない。ああ、そういうのあんだ。分かってるね。なるほど、大学の部活だもんな。でもこの映画が終わった後の恋愛だったら構わない、ね、いや、そういうこと言うな。そういうこと言うな、期待持たすこと言うな。キャッハーなって言う。フランクインは明日からアップまで気合入れていくからね。明日から大変だね。明日から飛んだ、すごいな。まあでも夏休み使って映画撮らないとね。相手役を務めさせていただきます。うん、赤坂です。赤坂さん、よろしくお願いします。おう、この人が？よろしく。うん、で、こっちが主演男優の佐久間よしき。佐久間さん。こちらの女優さん、演劇の経験はほとんどないから、佐久間の方、リード頼むね。全く初めてってすごい、ね。下の名前は？え、うん、下の名前。美月って言います。はい。美しい月の美月です。なんだその表情は。美月さん。なあに、佐久間、私の目の前でナンパ？いえ、まさか。前にも言った通り、撮影中の恋愛はご法度だよ。ええ、もちろん分かってます。本当か、分かってる。分かってる君、頼むよ。なんていきなり名前聞かれちゃった。うん、何。いやー、ちょっとそれはな、確かにな。ふーん、あっそう、いや、ちょっとあんま興味ない感じもちょっとどうかと思うけど、いや、気になるけど、ちょっとなんかそっけなくしちゃうみたいなもありかな。どっちがいいかな。いやー、でもちょっと何って言ってみたいな、ここはちょっとね。え、なんだ、気になる。気になる、別に。ああちょっと、あー、どっちだろう、どっちだ、ツンデレでいく、せっかくなんで。別に。うん、今の展開的にはいい感じで、ね、男性の心を惑わせてしまった。おう。罪作りな僕。またってなんだよ。惑わされた一人目でしょ君。あ、そうね。はいはい、一生言ってなせ。痛い、何すんだよ。痛い、それむちゃ満面の笑顔でお前バイオレンスなことするな。びっくりするな。セリフとか覚えられてる？ガソリンスタンドのバイトは慣れた。そうね、そっちもあるからちょっとそっち聞いてみようか。ガソリンスタンドのバイトは慣れた？少しずつね。おう。急に役者頼んじゃってバイトの方平気？
お盆あたりは店閉めるみたいだから大丈夫だよ。お盆閉めんの？お盆、え、ガソリンスタンドでしょ。お盆書き入れ時じゃないのかな。逆にあれか、あんまり人がいなくなるエリアなのかな、お盆はね。ならよかった。おお、綺麗ね、夕日。おっといかんいかん。このトマト潰れたの比喩じゃないよね。あ、よかった。大丈夫？見つけ。今のオートバイ、僕を狙ってた。本当？僕を狙っていた。僕を引こうとしていた。え、大丈夫？被害妄想じゃない？違う？本当に狙われてるのかな？あれは絶対狙ってたよ。そうか。気をつけないと。考えすぎじゃないの？いやー、いや、と思うけど、ちょっと考えすぎじゃないかなと思うけどね。だって、別に追ってきたっていうより、本当にまっすぐそのまま行っちゃっただけな感じだったから。でも、否定してもしょうがないんで、ね、気をつけないと。うん。それで行こう。僕が、いつも一緒にいてあげられればいいんだけど。そうもいかないもんね。そうだね。ごめん。うん、うん。その気持ちだけで。今は十分。そうですか。何でしょう、赤いの。留守電ですか。設定解除します。はい。留守録音一件です。お、留守電だ。ただいま固定電話しております。発信音の後、はい、メッセージをお入れください。ピー。なあ、二村だけど。お、二村。明日の撮影の集合場所を変更になったんで。あ、そうなんだ。物質じゃなくて直接駅の方へ集合してください。はい。時間は変更なしです。じゃあ明日。これさ、伝わってなかった最悪なやつだよね。物質行っちゃうよみたいな。美月が狙われている？まさか。でも記憶喪失の原因って何だろう。事件に巻き込まれて記憶が消された？まさかね。誰から電話？留守電ですよ。何でもないよ。いや別に隠さなくてもいいだろう。あ、二村から。集合場所変わったって。ああ、そう。あれ？もうお風呂入るの？なんか気分変えてさっぱりしたくて。そうですか。なんかすっかり慣れてんな、二人での生活に。そうだね。どうぞ、お先に。覗くなよ。あんたが出てきたんじゃん。あんたが出てきたんだろ。とっとと入れ。いやー、青春だな。え、また電話かかってきたよ。何？はい、もしもし。え、どちら様ですか？うわー、やばい、電話の声。あの女に関わるな。もしもし、誰なんですあなた。すぐにあの女から離れろ。あの女には近づくな。近づくなっつうか一緒に住んでんだよ。もうちょっと早くメッセージ欲しかったな。うん。さあ行きましょう。メモリーカード調べてます。なんか今んとこさ、選択肢あるんだけど、どうなんだろうね。何か変わってるのかな、話がちゃんと。後で分岐があるところに聞いてくるとか。階段登ってる。もう、最近の若者ってのはどうしてこんなに弱なんだろう。あなたも若いんじゃないの？大学生でしょ。ぐずぐずしてると日が暮れちゃうよ。それはお前。あなたは楽でいいでしょ。今時体育会系だってこんなことやらないよね。階段大変だ。どこまで登るんだろう。めっちゃめ、ちょっとこれ、これどうなってんだよ。部長、一体どこで撮影しようって言うんだろう。なんだっけ、なんか牛音虎でこんな階段出てこなかったっけ。こんなもんチャラチャラ歩いてないで、立ったとテンポよく行けば疲れないんだよ。そうですか。ほら。あ、それアングル良くないんじゃないかな。ほら。ほら。お先に。ありがちなね、90年代アニメ的なね。でもやっぱ絵綺麗な。このやっぱ本当にね、本当にアニメーションの会社が作ってるっていうのはすごいね。第一作目の主演女優のお墓、部長の先祖のお墓とか、有名な映画人のお墓、
中澤さん、名前出てたっけな、どうだっけな。でもまあ普通に考えたら第一作目の主演女優のお墓なんだろうな、きっと。そう、その通り。あ、そうだったんですか。当てずっぽうだったんですけど。なんだ、そうだったの。知ってても怖いでしょ。あんたのこと見直しかけたの。あ、そうですか。なんで一体こんなところに。事情はわからないにしろ、完成途中で死んじゃったんだ。そうだね。まだ成仏できずにいるかもしれないだろ、うん、で、私たちがその後を継いでこの作品を完成させますっていう霊前の報告と、うん、映画撮影が無事終わってくれるようにっていうお参りもついでにしとこうと思ってね。なるほど。何これ。おお、え、え、どういうこと、どういうこと。え、え、どういうこと、どういうこと。え、別に普通だったよね。普通の話だったから、なんかそんなめちゃ盛り上がるのも変だし、えっていうもんでも、え、よくわかんないな。とりあえず盛り上げとこうか。おお、さすが部長。あ、そういうことか。ありがとう。あんたたちもこういうことって結構大事だから覚えておきなさい。これ部長を落とすみたいな。そういうルートもあるの。ぼーっとしてないで墓掃除始めるよ。うん、墓掃除。はい、しっかりしてんな。しっかりしてんな君ら。ちょっと感心するおじさん。 お花綺麗ね。お墓参りもね。しかしこのセミの鳴き声がいいね。夏だね、夏だ夏だ。霊を弔うったって三月はいい気はしないよな。今その同じ立場に立っている元ヒロインの、しかも自殺した人間の墓参りなんて気分がいいわけがないよ。どうですか。あれ、なんだか全然気にしていないみたい。こっちの気にしすぎかな。ねえ、でも真剣な表情だよ、真剣な表情だよ。美月大丈夫かな。完全にハマってんね主人公。見てくれは問題ないかもしれないけど、喋りが少し男っぽいんだよな。いや意外と演技はできるかもよね。え、いや、やっぱさ、やっぱ女性の方がうまいから、こういうのは。クランクインです。はい、よろしくお願いします。はい、それでは行きます。シーン16カット5用意。あなたが私を捨てたいことくらい気づいてるわ。そして憎んでいることも、でもそれが無理ってこともあなたは気づいてる。そうでしょ。私は捨てられないわ。あなたが望んだことだもの。あなたが最初に私を受け入れたんだ。うまいよね。ね。カット。はい、カット。サクマ、サクマ、どうしたの。サクマのセリフ受けだよ。あ、そうなんだ。あ、すいません。じゃあカット、よかったねじゃなくて、セリフ忘れてるだろって。どうすんの。みつきちゃん最高。いや、うまかったよ。何、どうしたの。嘘でしょ、初めてなんて。 あんなんでいいんですか。いやいや、オッケーオッケー。めちゃくちゃうまかったじゃん。いいよ、サークーマ、行くよ。この人もなんだろう、はい、なんか過去に何かを抱えてるんだろうかね。でもまさか部長がわざわざ墓参りするなんて思わなかったよ。なんか意外っていうか、見かけによらないっていうか。あれ、あんなとこで何してんだろう。みつき、みつき、どうしたんだよ、ぼーっとして。お墓がそんなに珍しいの。え、どうした、どうした。え、怖い怖い、音楽怖い。ちょっと気になってたんだけど。お、何が。前にこの場所に来たことがあるような気がする。あ、そうなの。じゃあ前にここの場所に墓参りに来たことがあるんだ。撮影終わったら探してみようよ。何を。みつきどうする。そのうち何か思い出すよ。みつきどうする。え、どうしよう。どうしよう。撮影終わったら探してみようよって何。なんか誰かの、そのご先祖様の、だから赤坂っていう名前探してみようみたいな話。そのうち何か思い出すよかな。実際声かけるとしたらね。ね、いろいろ体験してるうちに思い出すんじゃないかな。そのうち何か思い出すよ。うん、どうかしたの。どこか具合が悪いとか。なんでもないよ。それより僕の出番はまだ。
あっと、そうだった。もうちょっと待っててね。すぐに準備終わるから。そうなんだ。まだ撮んの？ほら、君もサボってると部長にどやされるよ。おう。おら、サボってんじゃない。本当だ、どやされた。夕方だけどまだ撮んのかい。大変だね。夕方のシーンなのかな。わー、うまそうだな。なんだあれ、おでんかな。あと焼き鳥？飯がうまそうだな、このアニメ。なんか、ラーメンもさ、煮卵めっちゃうまそう。ほら、今回のこれ、おでんのさ、ゆで卵見て、あの色。めっちゃ染みてんじゃん、超うまそう。いや、今回のこれ、アニメーターさんの中にこの、煮卵、ゆで卵を欠かしたら絶品な人がいますね。お墓参りの成果があったのかは、すべて撮り終わるまで何とも言えないけれど、少なくとも、今日の撮影に限ってはうまくいった。やっぱり英検の連中みんな心のどこかでこの映画を撮るのに不安があったろうけど、とりあえずいい出だしでほっとしている。僕自身も本当はそうなんだけど、撮影の後忘れ物だとか適当なこと言って美月と二人でお寺を回ってみたけど、美月は来たことがある気がするという以上のことは思い出せなかった。その時はちょっと元気をなくして心配だったけど、今はあの通り。それにしても、それにしても、ムカつくやつ。カントリーロードみたいな。おい、こっち見んな。主演男優ってのはわかるけど、それにしたって、美月とベタベタしすぎだよ。美月も美月だよな。あいつに合わせて、楽しそうに喋ることなんてないのに。おお、帰りですね。帰りちょっとどうかな、なんか。おーい、待ってよ。ほらほら、なんかもう早歩きしちゃってるよ。知らないよ、もうお前なんてみたいな感じになっちゃうよ。うん。そんなに、なんだよ、そんなに距離離れてたの。一人でとっとと帰っちゃった。ああ、先帰っちゃったってことね。これでも一応レディなんだぞ。そうだね。痴漢にでもあったらどう責任取ってくれんだよ。その心配はないんじゃない？そうだな。麗しのナイト様にでも送ってもらったら。ああ、まあまあ、でも怒ってきてるから、いや、どうなんだろうな。焼き餅焼いてあげた方がいいのかな。むしろなんかね、焼き餅焼いちゃってみたいな、そっちで行ってみようか。麗しのナイト様にでも守ってもらったら。ああ、お前焼いてんのか。意地悪な顔してる。そんなんじゃねえよ。いいね、いいね。展開的には正解のような気がするな。うん。怒ってんじゃねえ。おい、待てよ。待てったら。怒ってんじゃねえか。うそ、さっきの冗談。うん、あ、いいね。ねえ。うん。許してあげよ。おーい。ね。怒ってんの、本当に怒ってんの？されると本当にさらわれちゃうぞ。うん。おや。おや、どうだこれ。また騙そうとしてる？どうしたんだ。ほらー。主人公引っかかりすぎだからね。ちぇ。なんだよ、そんな演技ばっかり。上手くなって一人で勝手に帰ってこい。コンバースかな、今のスニーカーね。今のは本物じゃない？ちょっと待って、今のは本物じゃない。なんかだってさ、急ブレーキの音したよ。チェ、また悲鳴なんてあげちゃって。どうせ冗談なんだろ。ほらほら、ちょっと本当じゃない？うん。あー、ほっとこうは良くないと思うんで。どうしたんだ。いや、これさ、流れ的には一番上だと思うんだよね。いい加減にしないと怒るぞって言って、振り向いたらみたいな。何度も何度も。いい加減に。そう、って振り向いたら、え？そう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 。これ、多分ね、あ、何やってんだお前。こいつ何がしたいの。さらおうとしてるのかな。うん、で行っちゃうんだな。何をしようとしてるの。おお、投げた。あ、おお、当たったよ。すごいな、当たりー。すごいな、めっちゃ硬いね。めちゃくちゃ硬い。何しに来たのさっきのやつは。あのね、美月ちゃんの肩掴んで、あれどうしようとしてたんだろう。ねえ、さらおうとしてたのかね。どう、少しは落ち着いた？悪かったよなあ、うん、ありがとう。いや、記憶なくてあんなこと起こんのほんと怖いよね。大丈夫？美月、怪我は？それは平気。そっか、よかった。
あれでね、怪我なんかした日にはさ、主人公も寝つけませんよ。どうしたの？今のやつ僕に言ってた、うん、言ってた。お前なんか生きてるわけないって、生きてるわけない？え？生きてるわけない？どういう意味？僕この世に生きてたらいけない人間なのかな。いやそんなことはないと思うけどね。そんな何かの聞き間違いじゃ。でもなんで生きてるわけないのって言われる。そうそうそう、不思議だよね。ちょっとね、何者？私必要とされてるの、うん、この世に生きてていいの？変よ、やっぱり私変なのよ。あー大丈夫か？ちょっと気にしすぎじゃないか。耐えてよ。あーそうか、ちょっとな。でも主人公もよくわかんないからね、事情が。やっと眠った。あんなに取り乱す美月を見たのは初めてだ。でも無理はない。自分の記憶が戻らないままこんな生活を続けてきたのだから、もっと焦ってもいいのに。みんな、いや僕の前ですら何事もないように生活してきた。そこに今日の事件だ。無理もないよ。でもさっきの男、ただの変質者なんだろうか。それとも美月のことを知っている人間？今までも不思議には思っていたけど、今日は改めて認識した。どうして君は記憶をなくしたんだろう。一体過去に何があったというのだろう。美月、君は一体。はい、ということでここまでの思い出を記録しますかということで、まあ、今回の動画はねちょっとこれぐらいにしとこうかなと思うんですけれども、続きが気になる。そしてアニメやっぱ綺麗ね。プロダクション IG さんですからね。また声優さんも結構豪華でね、いいですね。ということでここまでねご視聴いただいた皆様誠にありがとうございました。まあ、面白かったなっていう方とかね、続きが気になるよという方はぜひ高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さんどうもお疲れ様でした。失礼します。ありがとうございました。